こんばんは、マルコメオミヤです。いきなりですが、皆さんはお財布の整理ってどのくらいの頻度でしてますか？私は5日くらいは平気で溜め込みます。今日はそんなパンパンになったお財布を整理したいと思います。ちなみに私の財布は結婚前に旦那さんからいただいた、こちらを5年ほど愛用しています。早速ですがやっていきます。いでよ。まずはレシート類を出します。このレシートはアクタスで買い物をした時のレシート。先月は周りのお祝いが重なり、ここで6万円分のお買い物をしましたが、その時についた3000円分のポイントをボディクリームを買って消費してきました。これは駅でおにぎりを買った時のレシートです。これは昨日ママ友たちとお茶をしばきに行った時のレシートです。これはドーナツを買った時のレシート。息子がここで帽子をもらったんだけど、気に入りすぎて破れるまでかぶっていました。あー、かわいい。これはさっき病院に行ってきた時の薬の領収書です。薬がないと生活できないレベルに胃が悪いです。ここの病院に置いてあった加湿器の煙を見て、息子がずっとお米炊けてるって言っていました。大きい声で恥ずかしい。これは OK ストアのレシート。ママ友から教えてもらって行ってみたスーパーですが、本当に安くてびっくりです。これは業務スーパーのレシートです。こちらは大好きな杉薬局のレシートです。この日とてもいらないお買い物をしてしまった思い出があります。あとはスーパーやらダイソーやら、そんなところですかね。これだけのレシートが溜まっていました。ちなみに所持金はこんなもんです。お財布の中にはスーパーのキャンペーンシールも入っています。稲毛屋でお買い物をするとこのシールがもらえます。シールを集めてムーミンのお皿と交換できます。ちなみにキャンペーンはすでに終了してしまいました。あとはカード類が入っています。ゆうちょ銀行のカード、表に名前が書いてあるので裏返しておきます。あとはマジカカード。ドンキはコンタクトを買う時だけ利用しています。これは婦人科の診察券。お腹に 3.5 センチほどの脳腫が見つかり、しばらく経過観察で通っていました。4ヶ月目で綺麗さっぱり脳腫が消失したので通院終了しました。これは今日行った内科の診察券です。ここのクリニックでは麻酔で内視鏡をしてくれるのでとてもありがたいです。ここは息子がたまに遊びに行く室内の遊び場のカードです。令和とは思えぬどこか懐かしいデザイン。これはアクタスのカード。買い物はいつも楽天カードでしています。ポイントの貯まり方がすごい。生活費をほぼ楽天カード支払いにしたら毎月3000円前後のポイントが貯まります。お得。運転免許証に至っては何一つ見せられません。個人情報の塊。これはガチャガチャでゲットした5000です。財布に入れておくとお金が貯まるらしいですよ。半年入れてますがまだ効果を発揮していません。大器晩成なのでしょうか。これは図書館のカードです。大好きな杉薬局のクーポン券が出てきました。最近杉薬局は 15% オフクーポンを出しすぎて使い切れない。年末になると張り切って無茶しちゃうところがほんと好き。これでお財布は空っぽになりました。あ、まだいたんか。あとはこれらを整理して戻します。レシート類は家計簿をつけるために取っておきます。お金は財布に戻します。あとは使うカード類のみ財布に戻します。そうそう、以前動画で我が家の年間貯金額と総貯蓄額についてお話ししたのですが、どえらく評判が悪かったですね。
2020年の年間貯金額も計算したので、懲りずにまた動画にしたいと思います。年末にアップするので、よかったら見てください。期限切れのムーミンシールは処分。使わないカードはカードケースにしまってきます。さっぱりとしたところで今日の動画は終了。最後までご視聴ありがとうございました。